はい、皆さんこんにちは。はい、ということでですね、明日、いよいよ明日ですね、11月17日日曜日に迫りましたライジンランドマーク10名古屋の今日本日はですね、公開計量が配信されます。3時15分から、配信されるということでしたので、ぜひ皆さんそちらの配信見てほしいなと思います。私も見ますし、やはり公開計量は本当試合の前の日の減量した体、仕上がった体を見れる最後のチャンスというかなので、まあ、そこでその選手の肌艶、あとはこう顔色、目の力だったりですね、あと筋肉のつき具合、相手とこう対面する場面もあるので、そこでのこうどっちがこう威圧してるかとか、そういうのも含めての試合になってくるので、公開計量からやっぱり試合の主導権の争いは始まってると僕は思ってますので、そういうとこも見ると明日の戦いが、試合がですね、より一層面白くなるんじゃないでしょうか。そして今日はですね、そのまあ乱闘男といったらちょっと語弊があるかもしれませんですけど、毎回こう公開計量であったり記者会見で相手と絡んでですね、盛り上げてくれる芦澤龍生選手もいますから、まあ、今日は庄司選手という、本当にかっこいい男の中の男の選手との、対戦なので、まあ、乱闘とかはするかどうかは分かりませんが、まあ、なんかまた爪痕を残すんじゃないかなと、そこもちょっと注目したいなと思っております。どんな公開計量になるのか、ぜひ皆さん見てですね、明日のライジンランドマーク10名古屋大会に向けてこうワクワクドキドキしていただければいいんじゃないかなと思っております。では皆様、本日も一日頑張っていきましょう。